チョコちゃんです。おはよう。こちら信長くんです。おはよう。あ、行っちゃった 今準備動画撮ってると思ってたんですけど、何も撮れてませんでした。一応顔は軽く終わりました。この続きは映っていきたいと思います。めっちゃショック。一人でずっと喋ってた。この間美容院変えたんですけど、めっちゃ良くて前髪をちょっと増やしました。前髪巻いていきます。ブラシで整えて、一旦横の毛に移ろうかなと思います。横の毛は私にとってとっても大事なので、丁寧に巻いていきます。微調整に入ります。うまく決まらないとテンション下がる。しかも今日雨だから潰れそうな予感がとてもします。反対側に移ろうと思います。こっちなんか前髪のつむじがあるから、いつもうまくいかない。前髪は完成です。全体はいつもブロッキングするんですけど、今日はしません。見えないのでメガネかけます。あ、めっちゃ見える。今度あげました。いつも使ってるのはパナソニックのナノイのアイロンです。これやってみたかったやつ。あ、帽子かぶっちゃおうかなと思うので、ちょっと適当にアイロンします。
田です。あ、着てるのは金閣寺 T シャツです。旦那さんと兼用しててめっちゃお気に入りです。よし、軽くパームだけつけます。ジミルプランのパームです。美容師さんに教えてもらってめっちゃいい香りでお気に入り。できた。あとはちょっとアホ毛が目立つんで、アホ毛スティック、ミルボンのエルジューダのスティック使います。これもめっちゃ便利です。これも何本リピートしたかわからない。これでもアホ毛消えない。完成でーす。いかがでしょうか。これからカフェで朝ごはん食べに行きたいと思います。いつものルーティンでーす。